はい、今回は名古屋のバンコンビルダーレクビーさんが製造販売しておりますハイエースプラス MR、 こちらをご紹介していきたいと思います。はい、今回のこのプラス MR はですね、ベース車両がトヨタのハイエースロングワゴン GL というベースを使ったバンコンタイプのキャンピングカーになります。はい、今回のこの車両ですね、実は今までにありそうでなかったレイアウトのですねキャンピングカーになります。はい、この動画を最後まで見ていただくと、ハイエースプラス MR というキャンピングカーが一体どういう車かというのが分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方、もしくはですねキャンピングカーご購入をですね検討されている方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。エントランスドア入るとこちらにですねシューズボックス兼ね、あのスツールがあります。これここからね上も出し入れできるんですけども、靴もですねここに収納することができます。エントランスドア入ってすぐ左側にありますので、靴も 2,3 足ぐらいは収納できます。そしてこのシートに腰掛けて靴を脱ぎ履きすることも可能かと思います。こちらにメインスイッチがあります。これエントランスドアのすぐ近くにあるんですけども、メインスイッチがここにありますので、中の電装品をね使う場合は必ずこのメインスイッチを入れます。でメインスイッチはここの場所と、実は運転席にもねあります。運転席のこのハンドル横にもメインスイッチがありますので、まあ、運転席にいながらにしてもですね、あのメインスイッチを入れることが可能です。はい、室内はですねこのようにこちらにシートと、まあ、横向きのねシートと、まあ、リクライニング付きのねシートがあって、助手席側のこちらにもですねリクライニング付きのシートがねこのように配置されております。はい、でこのシートはですねもちろん、このようにして座ることもできるんですけども、ここがですねこうリクライニングする仕組みになってます。でベッドの時はねこのような感じでフラットにできるんですけど、このね、ちょうどいいところで止めることができるので、ここに腰掛けて、まあオプションですけどもね、こちらにテレビがついてますので、まあ、ここに座ってね足を投げ出しながらテレビをね見ることが可能です。はい、シート生地はですねこのように編み込みのようなね感じになってまして、そしてこういうね茶色の、まあ、合皮レザーの切り返しのねパターンになっております。で家具もちょっとね濃いめの茶色のものを使ってますし、テーブル天板をね白っぽいもの、そしてこういうね縁は茶色のものを使ってるので、全体的に落ち着いたね雰囲気があるかと思います。そして家具のねこういうところにも、これレクビーさんオリジナルのねこれアジロって言うんですけども、アジロの家具がですねこれ私あの勝手にあのアジアンリゾートホテル長と呼んでるんですけども、こんな感じで家具もですねあの雰囲気がいいものがついてますので、全体的には優しい感じの色調のね室内になってるかと思います。はい、そしてこのシートのね下には実は、はい、このようにですね電装品関係が入っております。サブバッテリーからね走行充電器だとか、まあ、テレビ用のインバーターだとかね、あとこちら今ね寒いので動かしてるんですけど、ベバスト製の FF ヒーターをね装備するとこちらにですねビルトインされることになります。こちらのね運転席側シートの下は電装品関係がねこのように集約されております。助手席側のシートの下ではですねこのようになっております。で、収納スペースにもなってはいるんですけども、こう跳ね上げするとですねここにも物をね収納できますし、こことこことこちらにもですね、まあそんなに頻繁に出し入れしないものであればこのシート下にですね収納することが可能です。でこれなんですけど、センターテーブルのねあのテーブルボールをこちらにですねセットすることができます。このような感じですよね。はい、助手席側のこのシートのね背もたれもこうリクライニングね、まあ、こうフラットにもできますし、このような形でねリクライニングすることが可能です。
はい、この運転席側シートのですね、こちらの上にはこのようにですね、 USB のポートと照明がねあります。そしてこちらにはですね、オーバーヘッドコンソールがありますので、まあ着替えだとかタオル関係だとかね、寝具みたいのもこちらにね収納することが可能です。はい、でこちらにはですね、オプションですけども19インチのテレビがねつきますので、まあここからでもね見れますし、テレビのねこのアームがついてますので、こちらに座ってる方もテレビが見れるし、あとねこちらに座ってる方もねテレビが見れるようにもできます。ベッド展開はまずこのマットを持ち上げて、そしてスライドをさせます。次にリクライニングシートの背もたれをフラットにします。そして背もたれマットのこのファスナーを開けて脱着し、空いたところのスペースにこのマットをはめ込めばベッドの完成です。はい、実際に寝てみました。私が寝ても頭の上に少しまだ余裕がありますので、実寸法としてはですね 1m90 ぐらいはあるんじゃないかなと思います。助手席側も同様にベッド展開していきます。この背もたれマットの仕組みはレクビーさんのオリジナルなんですけども、デザイン性と機能性を合わせ持つレクビーさんの技術力の高さが伺えるかと思います。はい、このベッドはですね、まあ、こちらのシートを展開するとこのような形、そして助手席側のシートも展開するとこのような形になるんですよ。で、綺麗な長方形ってわけじゃないんですけども、まあ、こちらからスライド、そしてね、で、こっちもスライドがして、ここでもう合体するんですけども、まあ、このような感じでね、ちょっとこうずれたようなベッドにはなるんですけども、それぞれのベッドもね、結構私が寝ても全然余裕があるぐらいのベッドですので、まあ、こちらを頭にしてね、足、で、こちらもこっち側を頭にして足というふうに寝ると、非常にですね、まあ、お二人の方だったら広く、そして、一応ね、こう、プライベート空間を保ちつつ寝ることができますので、これなかなかね、今までになかったレイアウトかと思います。はい、センターテーブルを実は残しつつ、このようにですね、ちゃぶ台仕様にもすることができます。こうするとですね、ベッド展開したとしても携帯だとか飲み物をね、このテーブルのね置いたりだとかっていう風にうまく使えますので、これもね、なかなかね、いいアイデアですよね。はい、車両後部にはですね、キッチンがあります。キッチンの上にはですね、このようにですね、 LED の間接照明がついたこういう棚とですね、スポット照明ね、 LED のスポット照明がついております。そしてここがシンクで、これね、丸型のこのね、ステンレス製のシンクがあります。結構ね、広いですので、まあ洗い物やね、手洗いなどもね、簡単にできるかと思います。で、結構ね、この調理台のスペースがなかなか広いです。これ横幅、まあ、40センチぐらいの、奥行きもね、40センチぐらいあるかと思うんですけども、調理するにもですね、結構しやすい広さかなと思います。はい、で、シンクの下にはここにですね、デジタルの電圧計があります。そして USB のポートと 12V のね、シガーソケットがあります。で、ここはね、この照明のスイッチになるんですけども、このまあ、スイッチ関係の下にはですね、ここに、はい、冷蔵庫があります。ここにもね、冷凍スペースもありますし、まあ、冷蔵スペース。はい、結構ね、このぐらいのね、広さがありますので、食材だとかね、飲み物を冷やすことができます。そして、
冷蔵庫のポジションがこのバックドアのすぐ近くにありますので、例えば買い物に行ってね、冷蔵庫に入れたいものを入れるときはバックドアを開けてすぐですね食材を入れることができるので、ポジション的にはね結構ねこれいいかと思います。こちらにはですね、はい、収納スペース、キッチン関係のねそういうものをこちらに収納することができるかと思います。ちょっと今ねこれカセットコンロが入ってるんですけども、結構ね奥行きもねあります。このぐらいねありますので、結構物もね詰めるんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらの下にはですね、シンクで使う給水タンク、排水タンクがここにねあります。そしてこちらも、はい、収納ね、スライド式収納もねあります。ここにですね、スパイスラックのような感じで調味料とかもね入れることも可能かと思います。でこちらのキッチンの下にここに床下収納があるんですよ。これもね結構広さがあって、深さもね30センチ40センチぐらいありますかね、のステンレス製のこのような、ね、収納がありますので、結構ね分かりますかね、よいしょ、結構広さがあります。この中にもね物だとか食材とかもね収納することも可能かと思います。助手席側のこのシートの上には、ここで使う方用の専用のですね USB のポートとスポット照明、そしてこれねハンガーラックなんですけども、今回の車両に関しては実はジャンバーだとかをねハンギングしてかけておく場所が、ワードローブ的なものがね実はないんですよ。なのでここにですねハンガーにかけた羽織物だとかをねかけるのがいいかと思います。はい、で運転席側のこちらのシートのところにもですね、はい、このように USB のポートとここ専用のですねスポット照明がありますので、それぞれのですねプライベート空間をね共有することがねできるんじゃないかなと思います。この MR に関しては照明が結構充実してます。全て LED の照明になるんですけども、センターにはですねこの丸型の照明とこのねライン照明もありますし、こちら側のですね、助手席側のシートの上にもスポット照明、そしてこちらのね運転席側のところにもスポット照明があります。でエントランスドアの上にもねこのようにライン照明もありますので、比較的ね中が明るく使えるかと思います。でキッチンのところにもこれね間接照明とスポット照明があるので、で全体的に色味はですねウォームホワイト、ちょっとね電球色っぽい感じですので、温かみがあってですね非常にね雰囲気もいいかと思います。中もですねこれ今ちょっと日中なんですけど、なかなかねわからないかもしれないんですけど、結構ですね明るくてですね、かといってそんなに白っぽくない光ですので、非常にね雰囲気はねいいかと思います。それでは外装をご紹介します。ベース車両はハイエースのロングワゴン GL で、いつもご紹介しているスーパーロングよりは横幅こそ一緒なんですけども、車の高さと全長がやはり少しコンパクトになります。バックドアを開けてみます。キッチンの側面側にはテーブル天板が収納されております。テーブルを使わない場合はここに収納することが可能です。助手席側シートの後ろにはスペースがありますので、荷物を収納することも可能かと思います。冷蔵庫と床下収納がバックドアを開けるとすぐそこにありますので、買ってきたものを収納することが可能かと思います。外部電源取り入れ口は運転席側最後部にあります。はい、今回のハイエースプラス MR いかがだったでしょうか。冒頭で今まででありそうでなかったレイアウトってお話をしたんですけども、これがねこのダイネットスペースなんですよ。このシートなんですけどね。でこのシートはもちろん座ることもできますし、リクライニングもねするシートにもなりますし、ベッドにもなるんですよ。
で今までのバンコンタイプのキャンピングカーって、例えばダイネットスペースをねベッド展開すると、まあ正方形ないし長方形のベッドが出来上がって、お二人ね並んでこう寝れますよ、例えば川の字3人ね寝れますよっていうのが一般的だったんですけども、今回のこの MR に関しては実はセパレート分かれてるんですよね。なので正方形とか長方形じゃなくて、ちょっとこうずれたような感じのベッド展開になるんですよ。コンセプトとしては実はこれお二人のねそれぞれの空間を尊重しますよっていうのが実はありまして、ここのシートもですね、もちろんベッドにもなるシートにもなる、そしてね専用の照明と USB ポートがあるんですよ。あとこういう収納もありますので、こちら側はこちらの空間で、こっちはこっちの空間っていう風に、まあ基本はこれお二人仕様の車になるんですけども、それぞれの空間がね出来上がって、要はセパレートしてそれぞれの空間があるんですよ。なので同じ同一空間にもあるんですけども、お二人それぞれの専用スペースをね分けましたっていう、実はねそういうレイアウトだったんですよ。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はですねチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。